ロシア,ア出身、イスラエルの女性元フィギュアスケート選手。2009年、JGP ファイナルにロシア国内で将来有望な選手として、期待と注目を集めていた、ジュニアデビュー前から、ISU グランプリシリーズロシア杯の、エキシュビジョン演技などで世界の目をも引き始めていた。ジュニア年齢に達した2009から2010シーズン、ISU ジュニアグランプリブダペストでは、 シニア選手も含めた全シーズンのスコアランキングで18位に相当する高得点で国際スケート連盟主催大会のデビュー戦優勝を飾った。JGP ファイナルでは2位となった。初出場した世界ジュニア選手権では4位だった。2010から2011シーズン、ジュニアグランプリシリーズ初戦のクールシュベル大会で優勝する。2011から2012シーズン、 ジュニアグランプリシリーズは2連勝で、ジュニアグランプリファイナルへの進出を決める。結果は2位で、同じコーチの下で練習をしているユリア・リップニツカヤと一緒に、表彰台に上り、ポリーナ・コロベーニコアも加え、ロシア選手で表彰台を独占した。ロシア選手権では SP で17位と沈み、FS で順位を10位にまで上げるもヨーロッパ選手権の代表は逃した。 ロシアジュニア選手権では2位で世界ジュニア選手権の第一補欠に選ばれた。エリザベータ・トゥクタミシェワが出場を辞退したため出場権が回ってきた。大会の結果次第では世界選手権の代表の可能性もあったが6位という結果とクセニア・マカロワのテストスケートの結果により選ばれることはなかった。2011年ジュニア。 グランプリファイナルでのシェレペン2012から2013シーズンコーチをスベトラーナ・ソコルフスカヤに変更シニアクラスに移行アイススターでシニアの国際大会で初優勝グランプリシリーズに参戦しスケートカナダで10位 NHK 杯は足首の怪我のために棄権ロシア選手権も怪我のために棄権した2013年3月イスラエルのパスポートを すでに取得しており、移籍を行うことを発表した。2014年8月競技から引退。練習先のアメリカから帰国し、ロシアでコーチを行う。ロシアゴラテン,ン・本ンポリーナ・セルゲイブナ・シェーラパン、ロシアスケート連盟会長インタビュー2007年10月、マッカーバ・フォースト・ツー・ファイト・フォー・プレイス・イン・ナイス、ハット・ファイ・リバース、アーカイブド2012年12月22日。 アットウェブサイト、ぜい、ありがとうございます。